はい、どうも皆さんこんにちは、ようこそ似顔絵大学へ。学長のりょうさんこと白石亮太郎です。はい、今日ちょっとねメガネを外して、イメチェンしてます。はい、今日は2020年の12月の17日ですね。はい、もう今日も寒いですよね。でニュースやってました。北海道やね、日本海側の方々、本当ね雪積もって大変やと思います。ぜひ転倒とかねお気をつけください。はい、で、今日はですね、昨日第3回の1ガースーさんの、下書きからペン入れに続きまして、今回はカラーリングということですね。はい、よりその人らしさを出す色の付け方ですね。こちらを皆さんにお伝えできればと思ってますんで、ぜひ楽しんでってください。ではどうぞ。では、カラーリングですね。よりその人らしさを出すカラーリングを進めていきたいと思います。これまでの動画だとちょっとこうカラーリングの時にねこう机ごと揺れちゃっててね、その分またカメラも揺れてしまって見づらかったと思います。申し訳ございません。なので、ちょっとセッティング方法を変えてですね、やっていきますんでね、皆さんまたよろしくお願いします。こちらが今回使っていく色ですね。私今回も色鉛筆アートスティックスというものを使っていきます。まずベースとなる肌色の部分ですね。で、これで影を、茶色で影を入れます。より濃い影を焦げ茶で入れて、で鼻とかねほっぺたの赤みをこういうピンクとか、朱色でね入れていきます。で全体的に黄土色がかってる、黄色がかってるんで、そこはまあこういった黄土色ですね入れていくのと、あとまあ服紺色ですね。で、髪の毛の黒、これをね入れていきますので、ね、よろしくお願いします。はい、では早速塗っていきましょう。まずベースとなるこの肌色でね塗っていきます。皆さんね画材は何でもいいんでね、まずベースとなる色はね必ず決めてくださいね。肌色ですね。よし。でやっぱりこう薄めですよね。薄め、これプロポイントですよ。薄めで見ながらどこが、影が、ね、落ちてね暗くなってるかっていうのを意識しながら、逆にどこが明るく見えるかなっていうのを意識しながら色付けすると、よりその人らしい色付きをね、こういった画材で表現できると思います。こうですね、見ていくとやっぱりこう鼻の下側はやっぱ影が落ちて暗いですよね。でこのほうれい線ですね、ここも暗くなってますよね。で、この鼻のこの辺りは少しこう光が当たってるんでね、そんなに色は入れずにやっていきたいと思います。はい、で、下唇の下側で、おあごのこの下側ですね。はい、でちょっとねここにエクボみたいなのができますよね。こういうのもねしっかり色でね表現できますんでね、このねペンですね、昨日使ってたこのマルチライナーのこの BM っていうの、これがね色をつけてもね引っ張らないんですよね。だからすごいいいです。はい、はい、こうしてねどんどん色をつけるんですけど、こうハイライトね、ほっぺの頂点の部分、鼻の頂点の部分、ここは光がものすごく当たる部分なんで白く残すことがねポイントですよ。塗るときに気をつけてね、注意を払いながら残そうと思って塗るんです、ね、このように。でここはだいたい小指の先っぽぐらい残ると、よりこう綺麗に見えますよね。こんなイメージでしょうか。ちょっと暑いですね、暖房が暑いんでちょっと脱ぎます。こう特に色を塗ってるとね全身を使うんで、もうすぐ熱くなってくるんですよね。あー涼しいです。暖房も切りました。で、この耳ですね、耳を薄めで見ると全体的に上の方が暗くなってますよね。耳たぶがちょっと明るくなってるのかなと思います。はい、いい感じでできてきてますよ。でこの、眉間の部分ですね、ここを薄めで見るとここが暗くなってて、でまぶたの上側が少し明るくなるんで色を白く残して、あとは暗く塗っていきましょうね。はい、これにどの画材使うにしてもねこういう知識っていうのはすごい大事になってくるんでね、皆さんこの大学で学んでくださいね。よいしょ。
こんな感じでしょうか。少しやっぱここの眉間が影が落ちてて、であとこうおでこの部分ですね、ここも塗っていきましょう。髪の毛の生え際にね影が落ちるんでね、ここはちょっとこう色を濃くね入れていきましょう。でもね、この辺りはね割とこう明るくなるので、色はさーっとこう入れるぐらいがちょうどいいかなと思います。で耳ですね、耳もこの辺は白く残ってますよね。はい、どうでしょうか。ピュッと入れていきますね。で薄めで見るとやはりほっぺの下側がね暗いんですよ。こうですよね。あと、エラのあたり、ここは、まあ、全体をね球、まるでボールですね、捉えると太陽がこう光がね光が上からこう当たってるとして、やっぱりこうこっち下側暗くなるんですよね。なのでそういう全体をまるで球で捉えて、それでこう頭でイメージしていくと、まあ、よりこう正確な陰影がつきやすいかなと思います。なのでこの辺りがねお顔の顎の影が落ちて暗くなるんですよね。はい、どうでしょうか。こんな感じでまずベースができましたね。いいですね。色が入るとよりねその方らしさが出てきますよね。今日も朝ねガースのニュースが持ちきりで、なかなか大変な心境ですよね。はい、で続きまして今度はこの茶色で塗っていきましょう。よりか濃い部分ですね、影を作っていきます。このように薄めで見るんですよね。でよりこう暗くなってる部分にこういった影を、よりさっきねベースで塗った色よりも濃い暗い色ですよねを入れていきます。こうすることでより絵が立体感がね出てきますんで、見応えのある絵になってきますね。そうするとその方らしさも出るんですよね。はい、その人の彫りの深い感じだったり、あとほっぺたの肉感とかはこういうラインももちろん出せるんですけども、やっぱこう色をね重ねることによってよりその人らしさを出すことがねできます。こう影をしっかりね入れていきましょう。こんな感じでしょうかね。で上唇にもねやっぱり影ができるんですよね。ここもね知識として覚えておくと、いいと思います。でここがこの方のポイントですね、まあ、プロポイントでもあります。ここのねこうお肉の、まあ、筋肉ですね、ここにシワがぐっとこう入ってるんで、こういうのもね表現するとよりその人らしさが出ますよ。はい、こうですね。ここね薄めで見ると暗く見えますよね。こんな感じでしょうか、ね、やっぱこっちから光が当たってるんで自然と この辺りに暗い影が落ちますよね。こうですね。ステーキ食べてましたね、ガースね。6人 ?8 人とね。はい、よし。で、耳の中もね、薄めで見てください。はい、しっかり薄めで見るっていうのが、これプロポイントです。はい、で、髪の毛の影が落ちる部分、生え際の部分ですね。ここに影をしっかり入れ込みましょう。立体感がね、出ますよ。ね、面白いですよね。はい、こんな感じでしょうかね。で、まあ、このここもねガースらしさですよね。結構彫りがね深いんですよね。こうですね。はい、できました。で続いてさらにより暗い色ですね、焦げ茶色を私はね使うかと思います。で鼻の下あたり薄めで見るとものすごい暗く見えますよね。でちょっと目この涙袋で、ここ
ここの眉骨の影ですね、こうですね。あとは薄めで見て生え際と髪の、耳の部分、はい、で、どうかな、あとはほっぺたのこのほうれい線の部分と、顎ですよね、この辺りで、こうですね。どうですか、かなり立体感が出てきました。今度ね、赤みを入れていきましょう。はい、赤み、基本赤みっていうのはですね、この鼻、ほっぺ、おでこ、顎、耳のこのポイントにね、赤みが入ります。ここにね、毛細血管がね、いっぱい入ってます。なのでこうピンク、赤くね、見えるんですよね。こうしてですね、ほっぺたにも、この時ね、注意したいのがやっぱりこのハイライトっていうんですよね、光が一番当たる部分、ここは白く残すことがプロポイントです。はい、こちらも同じように白く残しながら赤みを入れていきましょうですね。おでこで、耳もね、赤いですよね。はい、こんな感じです。どうでしょう。で、あとはお顎、こうですね。だいぶどうですか、立体感が出てきましたね。ね、グッと出てきました。で、さらにね、ほっぺなんかはちょっとオレンジがかってる朱色っぽいので、同じ色ですね、ちょっとちっちゃいね、これでこう入れるとよりガースらしさが出るんじゃないですか。はい、こうするとね、この方のちょっと茶目っ気がね、より表現できますよね。はい、では続いて、口元、唇ですね、ピンク、ピンクですけども、ここもね、しっかりこう、唇薄いんですよ、皆さん気をつけてくださいね。唇薄いんで、あんまりこう幅を塗らないようにしましょうね。その人らしさがね、損なわれちゃうので、やっぱり唇薄い、ここ気をつけて塗っていきましょうね。はい、こんな感じでしょうか。はい、で、ちょっとここに少しヒゲが生えてるんですかね。ヒゲはね、こういうちょっとブルー系の色ですね、こういうのでもう薄く入れてあげるといいです。あんまり入れすぎちゃうとちょっとこう、あのヒゲの剃り残し感で出ちゃうんで、ちょっと泥棒みたいな感じ見えちゃうんで、ここは薄くです。はい、ここ気をつけていきましょうね。こんな感じです。はい、あと背景の色ですね、黄色にしましょうかね。こう茶目っ気のある笑顔でね、黄色で僕は塗っていきたいと思います。で、これね、入れる際に首元に色をね、こう置くようにしましょう。そうするとパッと絵を見た時に自然とぐーっとこう首元から目線がいって、お顔にね、お顔の中心に人の目線がいくので、ここはテクニックですね、プロポイント、はい、テクニックになります。こんな感じですね。で、同じようにここにぐーっとちょっとこう濃い色みたいなといいんじゃないでしょうか。よりこう目線がね、ぐーっとお顔に瞬時にいくので、はい、皆さんせっかくね、お描き下絵を見てほしいじゃないですか。こうしてね、見る人の目線をコントロールしていきましょう。でしょ、いいですね。で、今度服になりますね、スーツ、紺色なんですね。はい、まあ、あくまでね、お顔がやっぱり似顔絵なんでね、お顔がメインです。なのでここはね、お顔ほど深みを、色を塗り重ねる必要はないかなと思います。まあ、一色でさーっと塗っていきましょうね。はい、こんな感じです。こちらもこうですね。どうでしょうか。やっぱり影をね、意識しましょうね。こっちから光が当たってるんで、この辺り、写真を見てですね、薄めで見るとよりこの辺が暗く見えるんで、ここはね、ちょっと濃いめに色を入れてあげると、これもプロポイントですね。よりこう
絵のねクオリティがね上がりますよ。どうでしょうか。ここにね影なんか入れてあげるとよりいいんじゃないでしょうか。はい、できました。どうでしょうか。はい、でこの影のね襟がね重なる部分影が落ちます。こんな感じですね。はい、はい、そして最後に眉毛と髪の毛ですね。さあここもはみれないようにね注意して塗っていきましょう。こんな感じです。どうでしょうか。いい感じですよね。でちょっと白髪が混じってるんで全部黒く塗りすぎるとその人らしさがね失われちゃいます。このこうシルバーな感じがかっこいいですよね。ね、こういったね年代の男性っていうのはそこはしっかりね出していきましょうね。はい、全部真っ黒なのじゃなくてちょっとこう白をね残すようなイメージ薄くしたり、はい、塗り重ねを控えたりそうすることで一色でも立体感がね出てきます。どうでしょうか。だいぶできてきましたね。こんな感じです。で薄めで見て暗くなる部分はしっかり色を入れてあげましょうね。この辺も暗くなってます。はい、でちょっとここもプロポイントなんですけども口の中歯の部分真っ白じゃないんですよ。よく見てください。薄めで見たらよくわかります。ちょっと焦げ茶っぽくね影が落ち込んでるんですよね。だここをスーッとねこういった焦げ茶か何かで滑らすようにですね入れてあげるとまたその人らしさがアップしますね。プロポイントです。はい、最後ですねちょっとこの黄土色を少し黄色がかった部分に、入れて本当に薄くでいいんですよ。薄くこう滑らすとよりその人間味が出てきますね。人の顔ってねこのほっぺのあたりは赤くなったり耳のあたりは赤みが出るんですけどもこのおでこのちょっと横の部分こういった横の部分とかあとこのあたりで少しこう黄色がかったりするんですよね、まあ、人にもよりますけどもガースさんはちょっとそう見えるんで入れていくとより絵がこう浮き出て立体感がね出ます。はい、どうでしょうか。完成ですね。はい、じゃん。はい、それではですね、おさらいしていきましょう。りょうさんのカラーリングのプロポイント3つということで、まあ、3つ言うとですね1つ目が薄めで見て色付けしていくということ、そして2つ目が球体をね意識するということですね。そして、3つ目が菅さんならではのカラーポイント、ここを絞ってねちょっとおさらいしていきたいと思います。まず薄めで見て色付けのところですね、薄めでこちら見てくださいね。写真をね薄めで見ると、鼻の下ほうれい線の付近ですね、この辺りすごくね影が落ち込んでるように見えます。あとはここの部分ですね、この眉間とあと眉骨の下、ここにもねすごいこう影が落ち込んでるように見えます。はい、これが薄めで見て色付けするポイントですね。で、2つ目球体を意識します。まずね全体をね丸の球体ですね、ここに丸、このお菅さんの顔を丸く当たとして、こっちからですね光が当たっててね、こっちの部分が影が落ち込んでるんですよね。なのでここにしっかりこう影を入れてあげる、はい、これすることによって、その絵全体が、よりこうクオリティがね高く、はい、見えてきます。絵の完成度がアップしますね。で、最後に菅さんならではの、カラーポイントですね。ガースーさん茶目系がねあるんですよね。特にですねこう鼻とかほっぺたあと耳のあたりですね、このあたりに赤みが、ガースーさん見えます。これがまたね茶目系をねアップさせてるポイントじゃないかなと思います。なので絵でもねしっかりここにこうピンクとか場合によってはシュールとかねオレンジ、こんな色をですね入れてもいいんじゃないかなと思います。であとねこの口の中歯は真っ白じゃないんですよね。特にガースーさんおそらくですね鼻の影とか口も歯がね唇よりも結構ね中に入り込んでるんでそういう影が落ち込んでるんですよ。なのでこういう歯の見え方ですねしっかりその人らしさに出るので影を落とし込んで塗るとより口元もねガースーさんらしさが出るんじゃないかなと思います。はい、
はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。こういった形でね、旬な方をモデルに選ぶのもですね、すごい似顔絵の醍醐味じゃないかなと思ってます。はい、でりょうさんですね、ブログと、インスタグラムやってます。よかったらね、ぜひ皆さんお気軽にご覧ください。そしてですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本当に今回もありがとうございます。また次回の講義でお会いしましょう。さよなら。